ケソは、溶けたチーズと、唐辛子からなるオードブル、惣菜である。テクスメクス料理で、トルティーヤチップスのディープ唐として用いられる。スペイン語で、唐辛子とチーズという意味であり、単に、ケソと呼ばれることもある。チリコンケソは、テクスメクス料理、アメリカ合衆国南西部料理の一部であり、メキシコ北部チワワ州の料理である、ケソチワワやケソフラミヤードに起源を持つ。 チリコンケソはテキサス州やその他のアメリカ合衆国の州のテクスメクス料理レストランで食べることができる。チリコンケソはディップとして用いられる滑らかでクリーミーなソースである。溶けたチーズ、クリーム、唐辛子を混ぜて作る。校舎にはローデン和製のトマトと唐辛子の缶詰が用いられることもある。ピコデガヨ、ブラックタートルウィーン、若モレ、マ、ま、タ牛ひき肉や 豚ひき肉を加えたレシピのチリコンケソを出すレストランもある。チリコンケソは温菜であり、好みの温度に温めて食べられる。トルティーヤやトルティーヤチップス、またはトルティーヤよりも薄い特殊なケソチップス等と共に食べる。また、ファヒータ、タコス、エンチラーダ、ミガス、ケサディーヤや、その他のテクスメクス料理の材料として用いられることもある。テクスメクス料理レストランでは、 チップスやサルサは無料で提供されるが、通常、チリコンケソは有料である。色々な種類のチーズで作ることができ、通常、色は白色、または黄色である。チリコンケソは、単に、ケソと呼ばれることもあるが、唐辛子の入っていない、チーズのディップとは別物である。ありがとうございます。